一般ドライバーが自家用車を使って有料で客を運ぶライドシェアについて、全国知事会は国土交通省に地域の課題に合わせた制度を求めました。全国知事会は斉藤国交大臣だと意見交換を行い、タクシーの需給状況など地域の状況に合わせた制度運用を求めました。地域の実情によって千差万別、 タクシー会社が管理運行するいわゆる日本版ライドシェアのサービスは東京都を皮切りに今月8日以降順次スタートしますが6月までに議論される予定のタクシー会社以外の参入の解禁の行方が注目されています今のライドシェアではまだまだ不十分なんでタクシーもライドシェアもある社会を認めてもらいたいという話をいたしました